ラルスゲート、ボトムブリストル市中心地から南西へ13キロメートルに位置する民用空港である。ブリストル空港の代代に1957年に空軍基地の跡地にブリストル空港が地方空港として開設された。1997年から2010年の間はブリストル国際空港として運用された。 1997年にファーストグループが株式の過半数が購入。2001年マッコーリーグループをはじめとするジョイントベンチャーに売却され、2014年9月14日、オンタリオ州教員年金制度がマッコーリーグループから株式を購入し、唯一の所有者となった。670万人が利用する英国の9番目に利用される空港である。 25.7%がブリストルへの旅行者、18.9%がウェールズへの旅行者、18.5%サマーセットへの旅行者、12.4%がデボンへの旅行者が利用をした。e ージー j ェット、ライアンエアー、t o m a ク c o 航空、ツイエアウェイズ、BMI 航空が拠点空港として利用している。英国民間航空安全庁、 が公共利用空港ライセンスを有しており、旅客機の訓練飛行が許可されている。ありがとうございます。